ですね、この間ちょっと質問があったんですけど、アルベルトのチェーンケースを外して、多分このチェーンケースの取り付けの裏側についてるこのバックプレートを外したかったようなんですけど、でまあ多分クランクを抜くプーラーを買われたと思うんですが、このよし、このカバーを外して、このナットを外すのを忘れてそのままプーラーかけたと思うんですよ。で、すっぽ抜けちゃったと。このここにネジ切ってあるんですけど、これがすっぽ抜けちゃったということなんです。で、どうしたらクランク外れますかという質問なんですね。でね、まあナットがついた状態だとね、完全に中までプーラーはまらないんですね。だから中に半分ぐらいネジ山残ってる場合あるんですよ。まあね、残ってたらナット緩めて最後までかましてですね、ただ髪が甘いので、まあどうするかといったら、まあそのまますっぽ抜けたらもう外すのって大変なんで、そうですね、プーラーを目いっぱいねじ込んだ状態で少しセンターのこれですね、これを締め込んで、ちょっとまあ外れる方向にちょっと力を入れた状態で、まあここの縁側ですね、ここをハンマーでガツンとショックを与えると、まあそうすると簡単に抜けるんではないかなと思うんですけど、ただハンマーで叩くということは傷がつくということですね。まあちょっと通常の外し方やってみましょう。とりあえず通常の外し方ですね。ケースを外す。まあ、よく言ってるパークツールのコンですね。締め込みましたよ。で、外れるんですけど、で、あとですね、プレートを外すにはこれ 反対なんです、ネジ山が。ですからこっちに、わかりますか、こっちに緩めたいっていう感じです。まあドライバーでこの時間に叩いていただいてもいいですし、こんなこう緩めていただいて、右へ回していいですね。まあこんなことなんですけど、まあちょっと最初でつまずいちゃったらしいんですよ。ちょっと外し方いきます。もう一度組んでみますね。よし、今思いっきり締め込みました。ですからもうこのナット緩めただけで外れないような状況になってます。
センチぐらい噛んでるんですけど、まあちょっとしかかからないネジ山噛んでる部分が少ないのでグイッと力入れてしまうとすっぽん抜けちゃう可能性があるので、まあちょっと負荷かけるぐらいで、こういう形ですね。こういう形で、多分あ抜けてますって感じですね。だからこの部分がテーパーになってますので、まあこのプーラーなくてもここに傷がついてもよろしければ、ハンマーでどじてやれば外れます。今これだけ傷ついてますね。こちら側はクーラーがかかる状況じゃないので、ちょっとグッと外します。クーラーがかからないんですね。だからもうこの方法かなんかじゃないとちょっと外せないんですね。左側やってみましょうか。左側の場合はですね、まずカバー外します。で、ナット外します。もう一度ちょっと元に戻しますね。ですね、もうネジ山がここ切れちゃったとしても、ここクーラーがこんなこう切れていくので、ちょっと工具持ってこなかったんで、ちょっとこれでですね、ここを締め込んで、で外す。ちょっとここに傷がつきますけどね、まあこういう外し方もあるということですね。右側はちょっと難しいですね。これが新品の部品なんですけど、もしですねこっちの外した部分あまり外れなくて傷だらけになってしまった、まあ修正、まあペーパーでこすったりなんかしてもちょっと見栄えが悪い時はですね、こういう部品が出てるんです。ただですね、むちゃくちゃ高い、満点します。
ですね。セットで買ってしまうと相当高いので、この部品こちらだけ出ます。ですから、まあ、バラしてですね、その部分だけ無理やり外して交換するってこともできます。ですからもう結構複雑な構造になってるんですよ。でこういうカバーですね、まあオーリングはしないかのですけど、中に音止めの、まあ、カラーというのかなんだかわからないですけど、それとこれ両サイドについて、でここの部分ですね、ここの部分にゴミが入らないようにこのオーリング入れて、であとダストシールですね、このカバーをしてからこのカバーをつけるって形ですね。結構ね、あの音が出てるのはこのカバーと、このカバーのこの部分が擦れてですね、音が出るんです。だからここの部分、ここの部分とこの擦れる部分ですね、ちょっとグリス塗ってやるとね、音止まります。あとはよくこの音止めのカラーっていうんですか、これが切れてないのがあります。両サイドこれついてますね。ですね、さっきのこの部分の音止めですよね、これがこうやって切れるんですね。まあなくても多分機能的には問題ないと思いますけどね、音がちょっと出たりとかなりますね。ですから、まあとりあえず、まあ本来はこれ全部外してバラして付け替えるのが普通なんですけど、まあ無理やりはめてるところが多いみたいですけどね。まあ、余談ですけど、まあアルベルトもそうなんですけど、ブリヂストンの、まあ、フローティング系のこのタイプのベルト車はですね、まあ昔3段変速の時に防定色が赤ですと赤のベルトがついておったんですね。ブルーは濃いブルー系のベルトがついてて、とあとね、ピンクはね、カジュナのスイートラインかなんかはピンクついてるはずなので、そのベルトがねなんとかつくんですね。だからそれでおしゃれをしていただいてもいいと思います。まあベルトはそこそこしますけどね、変えておしゃれするのも一つかなと思います。